大歓声のここ大阪ドームからバファローズ対カープの試合を実況は私三宅でお伝えしてまいります。巨体から投げ下ろすヘビー級ストレート、ストライク先行でガツガツいくぜパウエル。パワーバッティングと思い切りの強さで長打を狙え森笠茂。手元で微妙に変化するストレートは思いのほか球威があります。パウエル天井落、当たりは今一つ、一塁送球。ピッチャー以外ならどこでも守るぞ、走攻守揃った万能プレーヤー木村拓也。マウンド上パウエル、今度はバッター振ってしまった。この球には手を出しません。バッターボックスの木村、ここはしつこく粘ってピッチャーのリズムを崩していきたい。低めを丁寧に攻めていますが、次のボールは一塁はこれも抑えてツーダウンになりました。打って走って守り抜く、あらゆるプレーに対応する万能選手の代名詞尾形浩一。さあこのイニングを3人で抑えることができるか。ファウルボールです。一気に勝負してくるか。打ち取ったか。自らベースを踏んでアウト。1回の表パウエル、この回三者凡退に切って取っています。壺にはまればバシッと抑える。30歳を過ぎてから初めてローテ入りした遅咲きの花高橋健。長打も飛ばせるリードオフマン、俊足強肩で守備でも貢献大村直行。左バッターの懐に堂々とスクリュー系の球を食い込ませてくる高橋、マウンド度胸も天下一品です。さあバッターボックスには大村。コースを狙いすぎているんでしょうか。ここは1球待ってみるか。この球には手を出しません。さあこの1球追い込んだがもったいない。大人の野球でフォアザチーム、高打攻守のいぶし銀水口英二。塁上の大村、
2003年はチームトップの盗塁数をマークしています。送りバント、一塁は余裕を持ってアウト。ストライクゾーンを上下左右に幅広く得点圏までランナーが進んでいます。これで平行カウント。打球はセカンドへ、仕留めました。全球フルスイング、この男のバットが試合を決める、中村典弘。ここはなんとか踏ん張ってスリーアウトにしたい。三遊間、おっと飛びついた。そして一塁は、一塁はセーフ。ここ一番で驚異の強さを発揮するクラッチヒッター磯部晃一。さあ先制のランナーを迎え入れることができるか。打ち上げてしまいました。これでスリーアウト。1回の裏の攻撃が終了しまして、この回のバファローズ大きなチャンスを得ましたが、スコアボードにはゼロの文字が入っています。バットの根元でもパワーでスタンドまで持っていく驚異の飛ばし屋、荒井貴博。さあバッターボックスには荒井。これで平行カウント。タイミングが合いません。低めのボールが続いています。さあ次のボールは、これはスイングアウト。人生これ修行、自分のバッティングを追い求めるグランドの哲学者、前田智則。ランナーはありません。一二塁間抜けるか。シングルヒット。つなげる打撃と軽快な守備でチームに貢献、シーツ。先制のランナーが塁に出ています。この球には手を出しません。これで平行カウント。確実に入れていきたい。さあこの1球、今のスイングはバットは止まっています。フォアボール。鋼の筋肉が育んだ空前絶後のスイングで敵を殲滅、対右投手のリーサルウェポン、浅井いつき。ストレートから入った。さあ先制のランナーを迎え入れることができるか。
一気に勝負してくるか。打球はセカンドへ、二塁は463のダブルプレー。浅い、ここは最悪の結果に終わっています。2回の表の攻撃が終了しまして、この回のカープ大きなチャンスを得ましたが、スコアボードには0の文字が入っています。見えたぞ、3割30本クールに飛ばす凄腕勝負師、吉岡雄二。アウトコースに強さを見せる吉岡、じっくり待って得意球を呼び込めるか。さあバッターボックスには吉岡、コースを狙いすぎているんでしょうか。センターへ、センター落下点に入りました。まずは先頭バッターを打ち取りました。まっすぐ勝負は望むところ、鋭いスイングでスタンド一直線、川口健志。これで平行カウント。打球はファーストへ。着実に成長を続けるアベレージヒッター、堅実な守備も魅力だ、阿部正弘。さあこのイニングを3人で抑えることができるか。コースを狙いすぎているんでしょうか。変化球を中心に組み立てていますが、さあ次のボールはどうか。低め、確実に入れていきたい。コントロールが定まりません。巧妙なインサイドワークで守備を束ねる藤井明人。先制のランナーが塁に出ています。流し打ち、これで3アウト。2回の裏の攻撃が終了しまして、この回のバファローズチャンスをつかみましたが、結局無得点に終わっています。同点のまま試合は進んでいます。バッター、レフト落下点に入りました。肩の強さで正捕手の座を奪取、思い切りのいい打撃も魅力だ、石原良幸。コースを狙いすぎているんでしょうか。際どいところに入りました。低めのボールが続いています。さあ次のボールは、打ち上げてしまいました。難なく掴んでいます。
打席の森笠、右ピッチャーを得意としています。ノーストライクから自信を持ってバットを振っていきたい。センターへ、ツーアウトからですがランナーが出ました。野球選手としては小柄な木村ですが、このとこのパワーをつけ速いスイングで先制のランナーが塁に出ています。2球でバッターを追い込んだ。早くも追い詰めました。この段階で決めてくるか。これは平凡な当たり。一塁は余裕を持ってアウト。3回の表の攻撃が終了しまして、この回のカープチャンスをつかみましたが、結局無得点に終わっています。1番バッターには珍しく配球を読んで強振してきます。これも射手前の血がなせる技か。この球には手を出しません。同点のまま試合は進んでいます。2球でバッターを追い込んだ。一気に勝負してくるか。ピッチャー返し、わっと飛びついた。これは好プレイ。この球には手を出しません。一気に勝負してくるか。一球間を置きます。粘って粘って球数を投げさせるうまさがあります水口。三振が非常に少ないのもこの人らしいところ。低めのボールが続いています。さあ次のボールは、これはスイングアウト。さあこのイニングを3人で抑えることができるか。